申し込む。上沼恵美子、小泉フリーやと思わない。タレント上沼恵美子62か、読売テレビの上沼宝の日付、関西ローカルに出演し、所属事務所からの独立と俳優豊原康介52との不倫関係を告白した女優で歌手の小泉京子52について語った。私は賛否両論があると思いますけど、不倫やとは思わなかった。決意表明みたいな、そんな力強さ、男前なこと言ったな、というイメージと、まずは公表に踏み切った小泉の覚悟と決断を尊重。被害者はおっさん。そんなこと発表しないでどけ言うね、との見解を示したが、毒舌で切り捨てることなく、小泉擁護の立場を取り続けた。さらに豊原の奥さんごめんね、会ったこともないのに名前を知った上で真剣な表情になり、奥様一つ二つ上に上がりませんか、あなたはやんちゃな少年のようなちょっと夢見る男を好きになったんですよ、相手が小泉京子、まあよろしいやん、相手に不足なしではありませんか、そういう男を好きになったんですよ、あなたは立派に好きな豊原さんの子を宿し育て女として大仕事を成し遂げた、とても素晴らしいと思いますと呼びかけた。